すごいちょっと新鮮です。本当にもう奥まで見せてあるから。羊ちゃんがいるんです、はい、楽しい。名古屋城のあのコレクションに向けて表現ができたら、まず私が今できることなのかなと。ビューティフルピープルさんの服を着させていただいて、今からステージが楽しみです。皆さんこんにちは、中山さつきです。関西の和歌山紀の川市にやってきました。今日着ている衣装がビューティフルピープルのものなんですが、今回この生地を手掛けている工場があるということなので、これから行ってみたいと思います。あ、広いですね。開いてますね、多分あっちだと思います。こんにちは。こんにちは、森下メリアスの吉田です。今日はお越しくださりありがとうございます。ここでは何を作られてるんですか？はい、弊社は丸編みニットの工場です。実は和歌山は丸編みニットの生地の生産が国内で1位でして、全国の約 40% を占めています。弊社にもこのように200台以上の編み機がございまして、あらゆるジャンルの生地を手掛けています。今日はその様子をぜひご紹介できたらなと思います。ありがとうございます、楽しみです。はい、こちらが編みの元の材料となる糸の倉庫です。これ全部糸ですか？はい、そうです。すごい。けどこちらはインドのオーガニックコットンの糸。オーガニックコットン。はい。こちらは落ち綿をリサイクルして作られた糸でして、こちらはアフリカあたりの赤土で染めたサスティナブルな糸です。染めてるんですね、こういうの。はい、そうなんです。土で染めてます。すごい。なんか環境にいいような糸とかを結構使われてるんです。はい、弊社では20年ほど前からそういう新しい生地を作る際には環境に配慮した素材を多く用いています。逆にブランドさんからこういうサスティナブルな素材を使ってほしいというオーダーをいただくことも増えてきました。いやー、すごい素敵な取り組みだなと思います。はい、こちらがオーソドックスな丸編み機となっております。丸編み機、はい、このように糸が上からこういうふうに来てまして、針がいっぱい1800本入ってまして、引っ掛けて閉じて、それがぐるぐる回って生地が編まれていきます。こう山なりになってってどんどん引っ掛かるってことなんですね。はい、そうです。すごい、ほんと糸の数がこの数で1個の布ができるってことですね。はい、そうですね。こちらが古いヴィンテージの編み機になってます。はい、先ほどまでの丸編み機とは違って糸が2つだけなんですよ。本当ですね。なんですごい生産性が悪くて、1日にだいたい30メートルぐらいしか、1日に30メートル、はい、編めないんですよ。すごい生産性悪いんですけれども、肉厚でヘビーウェイトな生地ができているので、そういうヴィンテージ感のある風合いがゆっくり回ってるからなのか、なんかすごい丁寧な感じで、はい、あのテンションをかけないので、こうふわっと上から編むことができるので、こういう柔らかい風合い空気感がすごい柔らかい感じしますね。もともと和歌山がなんでこうニットが盛んなのかっていうと、江戸時代にあの軍服の靴下を作っていたのが和歌山で、そこからこうニット業が盛んになって、昔は300社ほど和歌山にあった、今は52社なんですけれども、これはだいたい60から70年ぐらい前の編み機なんです。こちらが最新の編み機となっております。ニットの数もすごい多くないですか？はい、パソコンで作ったデータを作ることができます。で、今この回ってる生地なんですけれども、はい、実際ビューティフルピーポーさんにあの使っていただいてる生地と色が違うんですけど、はい、同じものに、これが実際にビューティフルピーポーさんに使っていただいてる生地なんですけど、なんかすごい作りたての生地ってなかなか触ることがないじゃないですか。なんかすごいちょっと新鮮です。和歌山のニット工場では多品種小ロットブランドさんからオーダーを受けた生地を生産することで、大量生産の産地とはまた違ったニーズに応えることができます。なんかその必要な分だけ必要なものを作るっていうのはすごい大事だな、はい、そういうのってここじゃないとできない、いいんです ね、 そうですね、きっと、はい、やっぱりちゃんと人の手も加わってるからこそなんかいいものができるんだな、はい、素材からこだわって、本当ですね、はい。こちらがあの生地を
チェックする、いわゆる検探という作業をしているところになります。はい、これも光でチェックしてるんですか。はい、そうです。傷のある部分はこうカットして取り除いたり、これがその廃棄になる木型ですね。実は最近リサイクルしようとい こうプロジェクトが進んでいて、弊社の工場でも廃棄するような布とか、あの糸を巻きつけている歯間とかも工場で保管してリサイクルしようという動きがあります。どうぞ。いや、すごい。開発してきたサンプルの一部をこういうふうに展示しています。はい、作ってきた工程を見てきたから、はい、なんかちょっと思い出がちょっと違いますよね。なんか、はい、ああやって機械に通ってこうやって一枚の布になってサンプルになってるって思うと、ちょっとすごい布一個一個がなんかすごい素敵だなって思います。吉田さんがデザインした、はい、最近こうテキスタイルの企画を始めたんですけれども、これがその新作というか一発目の第一作なんですけれども、すごい貴重な、はい、これボーダーでギザギザっていう新しい、めちゃくちゃ可愛いですね、はい、やってみたくて。すごい、確かになんかシンプルなボーダーとかは結構見るけど、はい、そうですね、いいですね、すごい素敵なデザインです、はい、これも余ってる糸を使ってやりたくて、で斬新で作りました。すごい、はい、そんなデザインされてたなんてこちらが今回お城コレクションでビューティフルピープルさんに使っていただいている生地です。あのシリコン系の加工をちょっと加えているので、先ほどとはちょっと肌触りが柔らかくなっていると思います。本当にふわふわですね。なんか同じものだと思えないぐらいの、はい、ね、さっきのはちょっとチクチクしてたり、なんか洋服にするにはあれって思ったんですけど、今ここに出来上がったものを実際に触ってみたら、あ、これが洋服になるんだなってすごい実感できました。皆さんこんにちは、長谷川美良です。美州岐阜県羽島にやってきました。イエーイ。今回ビューティフルピープルさんでは、和歌山とはまた別にここ美州とも深いつながりがあるということで、こちら私が見学させていただきたいと思います。それでは行きましょう。はじめまして。はじめまして、こんにちは。こんにちは、長谷川美奈と申します。岩田です。ちょっと気になってるかもしれないですけど。いや、そうなんですよ、ここに羊ちゃんがいるんです。はい、美州では、はい、ウールの布を作るというのが、はい、あの特徴的なんですけれども、そのウールの元となる羊ともちゃんと触れ合おうということでですね、工場の中に羊さんを今飼っています。そういうことだったんですね。もうめちゃくちゃ可愛くって、なんか結構こう洋服って日々の中に溶け込んでるものなので、はい、その繊維とか糸とかがどこから来てるのかって、なかなか普段から感じることできないと思うんですけどね、はい、ここに目の前で飼うことで働いてる皆さんにも意識が変わる。ミラさん、羊って何種類ぐらいいると思いますか。羊の種類、種類の数、わかんない、 5種類ぐらい。5種類ぐらい、はい、いいとこですね。3000種類いると言われてます。3000種類いるって言われるとちょっと違いが確かに見えてきますよね。この美州産地のウールというのは、このメリノという一番衣服の繊維に適したウールを生む、羊の種類をこだわって使っています。これちょっと見てみていただくと、はい、スーッと抜けちゃいますよね、はい、これをネジネジしてく、ネジネジしてください、はいはい、そうすると抜けなくなる。あ、本当だ。でそれをずっともっとやっていくと、こういう細い糸までできて、初めて洋服の布にすることができると。へー。実際に織物を織っている工房ですので、はい、ぜひちょっと見てみてください。はい、ありがとうございます。お邪魔します。実際に織り機にかける前に装甲というところに通します。はい、機械でもできるものもあるんですけれども、今やってるようなですね、ちょっと形の特殊な糸とか、はい、こういうのはやっぱり人間の手で今でもやらなきゃいけませんので、2400本、はい、一本も間違いなく通すっていうのをですね、できるだけスピーディーにやらなきゃいけないという結構大変な仕事になります。これをですね、今日はミラさんにも体験してもらおうと。あ、すごい。順番に、はい、この小さい穴に針を通すんですけど、責任重大ですからね、これ。あ、難しい、悲しい。でもこんなペースじゃ日が暮れてしまいます。
っぱり職人の技が必要です。先ほどまで準備してきた縦糸というのがここに入っていまして、早い、これはあそこから横糸というのがで途中まで運んだものをこっちも取りに来て運ぶというレピア織機という織機になります。でさっきミラさんが通してくれた装甲というのがここに入っていまして、こう開いて閉じて開いて閉じてをしながら布は織られていきます。でこれをですね、これが完成ではなくて、はい、この後尾州の水で洗ってあげることでその素材本来の良さを引き出したものに変わっていきます。水がすごく大事だって話したと思うんですけども、その水をぜひ今日は体感してほしいと思って水風呂を用意したいたしました。わーすごい。地下130メートルの井戸水、はい、天然水で実際にこういう水を使って尾州の布は、はい、風合いを引き出しています。こんな綺麗な水で、はい、結構冷たくて気持ちいいですよね。めちゃくちゃ気持ちいい、はい、おー冷たい。どうですか、気持ちいい。気持ちいいですよね。なんだろう、はい、日本は軟水、柔らかい水なのでウールの風合いは。へー、これがまた硬水になったら、はい、その生地というか変わってくるんですか。全然変わってしまいますね。でもなんか私のクオリティも変わりそうです、はい、今かなりすごいクオリティが上がってると思います。清められて、だいたい50年分ぐらいの生地がバーッと並んでまして、50年も、はい、でこれが1968年なんで50年以上前のものですけれども、はい、これこういう作り方を。あ、かっこいい。こういうあの昔からのアーカイブっていうのが尾州産地の一つ の財産だと思いますし、こういうものが今のクリエーションの、まあ、源泉になったりする、まあ、そういう生かし方してもらえると嬉しいなと思ってます。へ、せっかくなんで皆さんにもなんか気に入った生地があればぜひ選んでみていただけたらなと思ってます、うちのデザインチームも連れてくればよかったって。かわいいですね。キープしていいですか。本当に一つ一つ全然触り心地もそうですし、こう色とかも全然違う。選びました。はい、いっぱい選んでいただいてありがとうございます、はい、あとカラー選びがやっぱりすごい綺麗だなと思っていやでも本当今おっしゃってたようなまず色が結構好みなものがすごく多くて、うん、あこれだったらパンツとジャケットでこれだったらこれでこれだったらこれでみたいなちょっと妄想しながら選ばせてもらいました。 YouTube People さんで特徴的なのが、うん、このコート地ですね、はい、分厚いのに気持ちいいというか柔らかい、うん、うんうん確かにちょっと特殊な折り方。あ、折り方に加工が。折り方が特殊で三重折りというですね、三重になっている組織を折っていてシンプルなんだけれども、うん、すごくこだわった生地でこれを本当に上手にお洋服にしてくださっているのはビューティフルピープさんだなというふうに。へー、そういうブランドがあるとやっぱり生地屋としてはすごく嬉しい。へーすごいですね。将来的には産地と産地が手を組んで日本全体を盛り上げていく、世界を盛り上げていく、そういうことが僕は大事だと思っていて、その中の一つの役割として、まあ、尾州産地で今羊サミットっていうイベントをやったりとか、世界に向けて発信していくこういうあの活動を頑張っていけたらいいなと思っています。いや素晴らしいです。ぜひそういったなんか世の中じゃないですけどもう競合とかライバルの時代は一回終えて、そうですね、協力パートナーシップの時代にこれから入っていけたらなと。で私たち洋服を着る側もそのサポートができたらあのいいなと思いますね。あの洋服って毎日着てるものでなかなか忘れがちですけども、これが一体どこから着て誰が作ってどういう思いでできてるのかっていうのはあのきちんと伝えていかなければいけないものだなと強く感じましたし、名古屋城 あのコレクションに向けてまた映像で表現ができたら一番まず私が今できることなのかなと思いますね。なんか今まで着てた洋服とかきっと何も変わらないんですけど、今見たら一味違うというか、こうやって愛情いやなんか人の手がこもって作られてるから素敵だなって、洋服のことを思えるんだなって、作っている工程を見させてもらって思いました。ビューティフルピープルさんの服を着させていただいて工場見学もして、もう今度このステージに立つんですけど、多分この工場見学を踏まえてやった時の方がより服
への愛情みたいなのが深まったと思うので、すごい今からステージが楽しみです。